はい、どうも、健太さんです。まずはじめに、私が最近ちょっとね、公表したオリジナルサイクリングキャップなんですけども、ブログの方ではもう一応お伝えしたんですが、4月の11日に発売を発表し、当日に完売。どうもありがとうございました。まさかのね、1日で消えるとは僕も思ってませんでしたけど、1日で、売り切れてしまいました。でね、まあ嬉しいという思いもありつつも、売り切れになってしまった買えなかった人も多々いると。アクセスがね、一気に集中しちゃって一気に売れちゃったせいで、ウェブ上でのね、データの処理が遅れてしまって、購入できたけど在庫切れとなってしまって買えなかった方、何人かいらっしゃると思います。ちょっとね、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。本当にね、すいません。一応次回入荷が、5月の中旬頃になります。もう多分さすがにすぐに売り切れるってことはないとは思うんですけども、まさかこんなこういう結果が出るとは思ってなくて、ありがとうございましたと、ご迷惑をおかけしましたと、そのダブルな感じでね、まあちょっとこれからはね、もうちょっとこうしっかりと在庫管理ができればなと思っております。ということで、今日はですね、まあタイトルの通りなんですけども、ズドン、モンベル、僕のですね、寝袋が入ってます。バン、まあちょくちょくね、キャンプを行かせてもらってる中で、寝袋っていうのはですね、やっぱちょっとずつ汚れていくもんだと。その中でも僕はね、匂いがちょっとね、気になっちゃってですね、結論言うならば、まあ臭いと。はい。焚き火の匂いとかね、やっぱ体の汗と匂いとかいろいろなが混じって、まあまあカオスな香りになっております、この寝袋。まあこんな感じですけどね。うわ、今日はこいつを、洗いたいと思います。まあ僕もね、実際に洗うのは実は初めてなんですけどね。ということで早速やっていきましょう。まあ河川とダウンと寝袋ってあると思うんですけど、僕はダウンです。ダウンの寝袋って洗剤をちょっとね、気を使うようでですね、まあ僕もまあいろいろ調べた結果、こいつにしました。はい、こちらですね、ダウンウォッシュっていうものですね。まあダウン専用の洗剤になります。いろいろね、モンベルのなんで、モンベルのやつとかも買おうと思ったんですけど、この洗剤はスポーツオーソリティとかイオンとかに出ているスポーツショップとかね、そういったところで手軽に手に入るんで、まあ僕はこっちにしようかなと思いました。値段がね、1200円ぐらいでした。今日はこいつを使って僕のダウンを洗っていきたいと思います。はい、後ろで洗濯機ゴーゴー言っておりますけども、とりあえず風呂場に移動してきました。一応ですね、もう下にお湯をちょっと溜めてます。まあぬるま湯ですね。多分ね、30度とか30度前後だと思います。こいつをですね、バケツで5杯ぐらいですかね、ちょっと多いかな、まあ溜めております。この中にダウンを入れて、足でもみもみして汚れを取っていくと、そういう感じで洗っていきたいと思います。で、使う量なんですけど、僕ね、ざっくりでいきたいと思います。ダウンジャケットが、2、3着で、まあ、5キャップって書いてあるんで、まあそんぐらいの目安でちょっとやっていこうかなと思います。はい、5回入れました。この中にダウンを打ち込んであげると。で、ダウンはジッパーが傷まないように、全部閉めた状態で入れたいと思います。さよなら、ドンドン。この状態で踏んできます。よいしょ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 。で、少しずつ汚れが出てきます。まあ変な意味、この今白いですけど湯船が、これがちょっと汚れてくると、そういう感じらしいですね。はい、ということでね、だいぶ白かったのがちょっと黄ばんできたんで、一回水を流したいと思います。で、また水を入れて、また
揉んで水が透明になるまで入れてすすいで流して、入れてすすいで流して、これを繰り返したいと思います。はい、一応ですねこんな感じでしわくちゃになってね、水気のまあとりあえず下にこう滴り落ちないぐらいまで水気を取りました。まあここからコインランドリーに行ってね、乾燥機にぶち込んで乾燥させたいと思います。うちにね乾燥機があればいいんですけどね、まあもうしょうがないないんでランドリーです。よっこいしょ。一応ですねコインランドリーでズドドドドンと、もうちょっとやっちゃったんですけど、コインランドリーでちょっとこの今線が見えると思うんですけど、この中にこの一区切りの中にダウンがこう詰まってます。こんな感じでね、なんで、洗った後とかね、乾燥させた後とかはこう偏っちゃったりする時が多いんですよね。それを解消するためにちょっとこうなんつうんでしょう、もみもみしてあげるというか、まあ、ふわふわな状態をねキープさせたいんで、こうほぐしてあげるっていうことをね、コインランドリーでちょっとやってきて、それで帰ってきた後になります。うん、もう一番ね問題だったね、あの匂いがね、まあすっかり取れてね、だいぶ良くなったなと思いますよ。寝袋はね、そうそう洗うもんじゃないとは思うんですけど、まあ、僕も今回寝袋を洗うのは初、自分の寝袋を洗うのは初ですけど、まあまあまあいいんじゃないかなと思います。僕のやつはね、あの3シーズン用なんですけど、だいたい20分ぐらいかな、低温設定で20分ぐらいでちょっとやってきました。で、一応まだちょっとね、多分ね、若干ね、湿ってるっぽいとこもあると思うんですよね、多分ですけど。だからまあ、部屋干しじゃないですけど、まあ、陰干しで、ちょっとね、しばらく、またしばらく干していこうかなと思います。ということでね、ダウンの、洗い方いろいろあるらしいんですけども、まあ僕はやっぱね心配性なんで、ダウン専用の洗剤をわざわざ買って、今回ね洗ってみました。まあそれなりに長持ちすればいいかなとは思ってますけども、まあちょくちょくこれからもね、メンテしていこうかなと思います。まあ全然ね正しいやり方がどうかっつったら全然微妙かもしれないですけども、まあまあまあよかったらね参考にしてもらえればなと思います。ということで健太さんでした。お疲れ様です。